この動画では After Effects で回転をさせるときに使えるエクスプレッションの基本をご紹介します。この方法が使えると観覧車やゲームのボタン表示にも応用できてエクスプレッションも理解できるのでぜひとも試してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。ということで今回はイラレで作った観覧車を回すということでファイルの読み込みからイラレを選択して読み込みます。コンポジションで読み込むとこんな感じでイラストのレイヤーごとに分けられます。観覧車の乗るところをそれぞれ分けてスパイダーマンみたいな丸いのと赤いとんがりコーンを作ってます。イラストレーターのファイルを読み込んだらこの連続ラスタライズというスイッチを押しておくとベクターらしく拡大しても画質の劣化を防ぐことができます。ということでまずは普通に回転させるべくこの観覧車のこの車じゃないところ観覧の部分を選択しておきます。この観覧たちの親とリンクをドラッグして車輪の部分に接続します。そして車輪の回転を開いてエクスプレッションでタイム ×30 と記入すると1秒で30度ずつ回転するのですがこれだと観覧の部分まで1回転してしまいます。もしこの中にカップルが乗っていたら手を握るどころか中でおにぎりのようにシェイクされてしまいます。それは危険なのでこの観覧車の観覧のうちの一つを選択してアンカーポイントツールに切り替えて天井のところにアンカーポイントを配置します。するとここを中心にこの観覧車の観覧が回転するようになります。あとはショートカットキーを使いながら他の観覧に対してもアンカーポイントを配置し直していきましょう。今調べてみたところこれ観覧じゃなくてゴンドラっていうらしいです。さあアンカーポイントの配置が終わったらこの形をキープする基本的な考えをご紹介します。車輪とは反対方向にこのゴンドラが動けばいいのでこのゴンドラの回転に対して反対方向に回転するようにタイム ×-30 とマイナスをつけてみましょう。するとこんな感じでゴンドラの向きが常に同じになります。これでさっきのカップルはシェイクされずに済みます。とはいえ今回のように回転させるものが多かったりすると全てに行うのはかなり面倒ですし変更するのが大変です。そこでスライダーで制御していきます。ヌルオブジェクトを作成しておいてからここにエフェクトからスライダー制御を適用します。これは単に空っぽの数値です。そうしたらヌルを選択している状態で車輪のレイヤーに何もしていない状態で回転のピックウィップを引っ張ってスライダー制御に接続します。これでスライダーの数値を上げると回転の数値も上がるので観覧車がぐるぐる。さっきのカップルは再びシェイクされます。ということでゴンドラのレイヤーの一つの回転のエクスプレッションピックウィップをスライダーに接続してあげましょう。すると回転のところにこんな感じでスライダーに接続しましたよという文字が書かれているので最後にかけるマイナス1と記入してあげます。これでスライダーの数値にマイナスがつく。つまり反対方向に回転するようになるんですね。あとはこの回転を選択してコピーしておいてからその他のレイヤーを選択しておいて貼り付ければこれで完成。いくらスライダーを動かしても中がシェイクされることはない観覧車ができました。このスライダーにはキーフレームを打つことができますのでインドとかアメリカの観覧車みたいにえげつないスピードで回したければ数値を大きくしていくといいかもしれません。なんかハムスターになった気分です。ということで今回の動画は以上です。ぜひとも参考にしてみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。